エールの部屋へようこそこの番組はネットビジネス歴18年延べ1万人以上をサポートしてきた僕がメルマガ読者さんのお悩みや質問にお答えしながら自由な人生を送るためのコツをご紹介していくメルマガ読者さん限定の特別番組ですついに来ましたついに来ましたあの男が脳汁太,、ね、太郎のお師匠さんですね脳汁太郎のお師匠さんついに登場でございます ノウハウコレクター日本代表。ノウハウ、ノウハウに1500万ぐらい使ってきたというね。<laughs> 義乳特選隊、緑のやつ。はい、緑のやつさん、ついに登場です。結構ね、僕はせかしたんですけど、早くくださいよ、つって、ね、<laughs> 今日送ってください、今日送ってください、みたいですね。<laughs> はい、ということで、義乳特選隊、 緑菜さん、ありがとうございます。行きましょう、お便りですね。あ、そうそう。8月1日、8月の、しょっぱなですね。8月1日、しょっぱな。しょっぱなですよ。緑菜さん。はい、お便りですね。吉田さん、いつもお世話になっております。吉田さんのようにすぐ行動できる男になるため、 コツや考え方、ま、た鍛え方方ままたたたがありましし教えていいだけないでしょうかもしかしたら優先順位のつけ方も普通の人とは違うのかなと思っていますそれと嫌なことはやりたくないことをできるだけやらないのでしょうかまた皿洗いや部屋の掃除とかも先延ばしにしていないところを見ると売上に関係していないところも行動でき,るできているのはなぜなのでしょうか あとすぐ行動するための作業の質を下げている部分もあると思いますが、ここだけは質を落とさないところがあれば教えてください。すぐに行動できる男になりたい緑でした <laughs>。やりましょう。まあまあ、いい質問ですね。うん。コツね。まあ、コツですか。コツね、ないな。<laughs> ないっすね、コツは。ないんすようん。だってコツというか、 ややるかからなないいっていうところなんですよだからなんすかねここで大事なのがなんでやれないのっていうのを深掘りして解決していくっていうことが大事なんじゃないですかねだって思ったらやればいいだけの話なんですよもう超シンプルに言ってしまうとね超シンプルに言ってしまうと思い立ったらやるただそれだけなんですよ なんだけど、そのやれないわけじゃないですか。じゃあ、なぜはそこで客観的に自分分析するってことです。なぜ自分は今やろうと思ったのにアクションに行けないのか、それはその原因はどこにあるのか、なぜなのかっていうのを分析していく。多分人それぞれ違うと思うんですよね、それは。うん。いや、例えばよくあると思うんですけども、ネットビジネスあるあるなんですけど、僕も昔あったんですよ。何かっていうと、一番最初ワードプレスやるときですね。 よくわかんないですよね。で、ワードプレイスこれやろうと思ってもよくわかんないみたいな。じゃあ、そのやろうと思ってもできない理由ってよくわからないからじゃないですか。<laughs> じゃあ、勉強すればいいだけですよね。やれるように。だからしっかり勉強するって話ですよ。その問題点はよくわからない。サーバーって何ですかとかね。その、なんだ、あのドメインって何ですかとかね。うーん、その、なんですかね、その、 まあ、ネームサーバー、ドメインとサーバーを紐付けるネームサーバーって何ですかとか。で、あと、ワードプレスの、その、なんだっけな、あそこのシートですよね。なんかその、なんかワードプレスをインス、まあ、で最近は自動インストールツールみたいに作、できて、あ,あるんでね、サーバーによっては。なんかその、サンプルファイルみたいな、ワードプレスの本機からインスト、あの、ダウンロードするとサンプルにある、サンプルファイルみたいなのがあって、その、その、 そのなんかコードをね、その、なんだ、えっ、ー、と、データベースとこう紐付けていく。なんからサーバーにデータベース作って、そのサーバーのデータベースと、サーバーのデータベースの名前と、そのサンプルのやつをこの、の中のやつのなんか紐付けをこうしていく。とかも、わかんないとわかんないじゃないですか。<laughs> だからそういうのわかんないからできない。じゃあわかる勉強するしかないよねっていう。なんかその問題をこう潰していくことは大事ですね。 例えば、じゃあ、そのよくあるんですけど、モチベーションが上がりませんと。じゃあ、どういう時に自分はモチベーションが上がるのか。どう、どうすればモチベーションが上がるのか。いや、普段、できる時はどういう状況なのか。ね。うん。やる気が出てる時ってどういう時なのかっていう。じゃあ、それを再現するためにどうすればいいのかとかね。うん。例えば、まあ、 僕なんかは音楽聴きながらその作業したりとかするんですよね。まあ、この音声収録は別ですけども、まあブログの出筆だったりとか、BGM をかけて、も、ま、う、あ、ほとんど BGM をかけてやるんですよ。で、なんでかっていうとそれは自分の中で、まあよくなんかやる気スイッチみたいななんかあるんですけど、<laughs> まあよく俗に言われるね。だから BGM をかけることによって、僕の場合はそのゾーンに入れるというか、そ,のあそういうモードに入れるみたいなのがあるので、 だからまあ BGM を書きます、あの、書けますね。うんん。無音だとちょっとやりづらいんですよ。でもこれは人それじゃないじゃないですか。もう全く静かなところの方があのモードに入れるっていう人もいるだろうし。僕はなんか、なんかその BGM で流れてた方が、なんかそのスイッチングがあるのでモードに入るっていう。うん。だからそういう風にやったら、あの、モチベーションが上がってくる。徐々に上がってくるとかね。 うん、あとは、モチベーションがない、今、やる気が出ないんだけど、始めちゃうことによって、始め、なんかマラソンみたいな感じですよね。最初は、なんかめんどくさいんだけど、走ってるうちに、徐々にランナーズハイになってくるみたいな。まあ、そういう構造もあったりとかするので、あの、とりあえず始めちゃう。指を動かす。動画だったら、とりあえず動画を撮影して始めるってことですね。始めたら、始まるというか。でも始めなければ始まらないんですよ。 だから走らなければランナーズハイになることはないんですよ。であは、最初ゆっくりでもいいからジョギング程度で走ってると、あれちょっと気汗少し変えてきて、ちょっと心地よくなってきたちょっともうちょっとスピードアップしてみようかな、みたいになってくるんだけど、でも、最初はやる気なかったんですよね。だけど、やる気ない中でこう走っていくと、ちょ、ちょ,ょ、徐々に徐々に体が温まってきて、こう、なんかこうなってくるっていう。 だから動画撮影とかもブログの出筆とかメルマガの出筆もそうで最初重いんですよ。だけど書き始めると徐々にエンジンがかかってくるみたいな。まあこの L の部屋の収録とかもそうなんですけど、エンジンがかかってくるとまあバんバんばん喋れるようになるんですよ。そう。だから最初からモチベーションが高いから喋れるのかじゃなくて、とにかくスタートしてそのエンジンを起動させるまず、みたいなのもあります。だからこれがコツかもしれないですね。エンジンを起動させるとですね。うーん。 そう。これを、多くの人はそのエンジン起動させないんで <laughs>。エンジン起動しないのに、吉谷さんエンジンが起動しないんですよ、みたいな。うん。いや、とりあえず、あの、エンジン起動させようぜ、みたいな。<laughs> ちょっとでも、だ、だ、だ、ブログで言う、な、メルマガとかブログでも、とりあえずじゃあ、あとかいとかうとか書いてみるとか。か昔僕なんかは言われたのが、なんかい、 脳と指を一体化させないといけないよと。で、書く上でね、これ何かの商品でも言った、言ったかな。これドリアカの、ドリアカの講義だったかな。まあ、とにかく、みんな書けないから書けないじゃないですか。いや、でも、あとが書けるじゃないですか。じゃあ、い、例えば、今、脳の中で、ああ、どうやったら書けるんだろう。ネタがないな。っていうふうになったら、その、ああ、どうやって書くんだろう。ネタがないなってキーボードで打ち込むんですよ。 だから、その脳で思ったことをもうすぐ、あの、やっていく。でも多くの人は完璧を求めたりとかするので、そのネタがない、こうじゃない、ダメみたいな。でも僕が習ったのは、脳と手を一緒にする上で、そういうトレーニングですよね。それはめちゃめちゃいいよって言われて、だから当時やってましたもん。でも、それすげえ良かったですね。だからそのドリア化の講義かなんか商品でも言ったと思うんですけど、うん。そう、もう一緒にするってことですね。そう。そうすれば書けないってことがないんで。だって、 ああネタがないって思ってるわけじゃないですかでそれを書けばいいんですよ。ネタがないいいって書けばいいですよ <laughs> なんかむかつく、あっむかつくみたいなね。もうなんかもう一緒にするっていうトレーニングですよね。で、そうすると、まあ、エンジンが温まってきてそのうちこうあ指が動いてくるみたいな悲しいですよね。うん。まあだからそういうトレーニングですよね。をすると鍛え方。うーん。まあそのライティングだったらね。だらトークに関しても、 あの、そうそう、これね、和室さんが言ってくれてたんですけども、その、あ、確かにな、みたいな。で、吉谷さんって、その、なんだろうな、すごいですね、と。無音で耐えられる、みたいな。なんか僕、寝る動画とかも、ね、なんか、緑のやつさんが吉谷さん、あの、昼寝動画見ました、みたいなね。昼寝動画見たんかみたいな。昼寝してても、カメラ回ってても,も、僕はもう寝れるっていう局地に来てるんですけど。 でも一般の人はなんか、レックボタンを押したら喋らないといけないっていうジレンマですよね。そう。だから、吉谷さんすごいですねって和津さんが言われたことがあるんですけど、ただ和津さんも最初動画慣れしなかったんで、その動画に慣れる上で和津さんが言ってたのが、やっぱその、とにかく止めないこと。まあカメラを止めるなっていう映画は昔流行りましたけど、みんなその、ダメだとレックボタンまた押して止めちゃうんですよね。で、それを耐えるんですよね。 だから、間が空いてもいいし、なんだろうな、まあトレーニングの話ですよ。間が空いてもいいし、それで、えー、えー、えとか、あーとか引っ張り出していくんですよね。えっ、ー、と、ちょっと、うんと、あ、うんあうんん、うん、うん、あ、そう、あ、ちょっと、ちょうんあ、あ、そういけば、みたいな。<laughs> めちゃくちゃひあの、頑張って引っ張ってくるっていうことを、その、それをトレーニングするってことです。でも、それで止めちゃうと、引っ張ってくるっていうトレーニングができないんですよ。わかります その瞬時に引っ張ってくるっていうトレーニングができないですよね。一回止めちゃうと。回っている中でそれを、その生の、その今回ってますっていうところでそれを引っ張ってくる練習をすると非常にいいと思いますね。うん。そう。まあ、あとは何ですかね、この部屋の掃除と、部屋の掃除が売り上げに関係していないって書いてあるんですよね。掃除とか皿洗い。 皿洗いも僕は部屋の掃除も売り上げに関係していると考えるので、だから考え方がそもそも違いますね。うん。部屋の掃除も、うんなん、ですかね。あの、皿洗いも売り上げに関係すると僕は思ってます。僕はね、そう考えます。考えてます。まあ、客観的に見れば、じゃあ、極論言うと、じゃあ、 皿洗いめっちゃ溜まってます。で、そこにですよ。まあ、イメージしてほしいんですけど。皿洗い溜まってます。そこに生ゴミめっちゃ溜まってます。そこにちょっと朝からちょっと大丈夫かな。まあ、きついな。<laughs> じゃあその、生ゴミも溜まってます。そこにね、じゃあハエがブワーいてます。ね。まあ、極論ですよ。極論ですけど。で、部屋もめちゃくちゃ汚い。ね。そこら中なんか汚い。 え、そこで仕事して売り上げ作れますかって話なんですよ。いや、申し訳ないですけど、僕、ゴキブリめっちゃ嫌いなんで、いや、申し訳ないですけど、ゴキブリ出たらブログ書けないですね。ああ、みたいな、ああ、みたいな、ダメ、みたいな。もう、とりあえずゴキブリを駆除することに意識がいってしまいますね。僕、本当ゴキブリダメなんで。だから、あのー、もうゴキブリのその、めっちゃ置いてますからね。30個ぐらい置いてますからね。<laughs> もう、見たくないんですよ。 だからさ、さ、あの、ゴキブリを1年間見なくていいっていうやつが売ってあるんですけど、<laughs> それ30個ぐらい置いてますから。<laughs> もう本当にダメですね。無理です。だってもうゴキブリ見たらもうそっちにも意識がいって、あ、ああいや、で、しかもなんか隠れるとか、隠れたらどっかに隠れてるみたいな、もうずっとそこに意識いっちゃうんで、動画も撮れないし、ブログもすいません書けないです。ゴキブリに意識全部持ってかれる <laughs>。うん。いや、でも汚かったら出るでしょ まあ僕、売上に関係しますもん。動画も撮れないし、文章も書けないし。うん。めっちゃ関係あるよ。めっちゃ関係あるよ。本当ゴキブリ出たら、僕、動画撮れないですね。まあ、すいません。僕の場合は、昔、その、ゴキブリが出た時に、ゴキブリ出たっていう動画を回してましたけど。<laughs> すいません。それもネタにしてね。ゴキブリ出ましたつってまあ、ヒカキンさんもやってましたからね。そう。 まあすぐ動画回して、こうや、やったりとかしますけども。いやでもきついっすね。それでちょ、あの、なんか、セールスレター書くとか。まあそのエンタメじゃないですか。それはエンタメで撮れるけど、なんかがっつり売り上げ上げる仕事っていうのは、その状況下で僕はご、ごブぶりが出た状況で、しっかりと売り上げを上げるためのセールスする上でのプレゼン資料の動画だったりとか、セールスレターを書けないです、僕は。 うん、ゴキブリ認識いっちゃって。そのエンタメで、うわーとかね、あ、ゴキブリ出たーみたいな大事だっていうエンタメ動画を撮れるけども、まあ、ちゃんとしたやつは撮れ、作れないですね。うん。だここも考え方がやっぱ、うん、僕はそういう考えてるので、もうズレがありますね。うん。いや、掃除もめっちゃ売上に関係あるよっていう考え方ですよ。<laughs> だ全部売上に関係ありますよっていう考え方をすればいいんじゃないですか。 うん、私生活とかすべての,その物事の考え方とか捉え方行動すべて共通ポイントはあったりするわけじゃないですか例えば、うん、こ,れこれはできない何で、うん、すかねううん、うん、なんか挨拶まあちょっとあわ微妙かなその例えばいネットビジネスとはちょっと関係ないかもしれないですけどなんか挨拶ができない人はね挨拶ができない人が 仕事の場だけ、めっちゃ綺麗な挨拶ができるっていうのは、いるかもしれないけども、その、ちょっとリンクしてる部分あるじゃないですか。うん、なんか、挨拶が全然できないんだけど、会社に行くとめっちゃひすげえ挨拶がし、ちゃんとしてるちゃんとなんか、おはようございますみたいな。で、私生活、全然でき、挨拶できない礼儀がない 礼儀がない、挨拶ができない人が会社に行ってめちゃめちゃ礼儀よく接客対応とかそういうのができるのかっていうと、これ結構難しい部分はありません。だから日頃できない、要は言いたいのは日頃できないことがいきなりできるのかと <laughs>。うん、難しいと思うんですよね。うん。だからまあなんかその、 やってることは変わらないけど、プロセスというか、まあちょっとさっきのゴキブリの話はすいません、朝から申し訳ないですけど、僕はもう売り上げに直結するのでそこはできないですから。うんそう。なんか、そういう細かいことも仕事にこう、精通してるポイントはあるんじゃないかなという考え方はありますよね。うん。だって、そもそも僕は掃除できなかった人間ですから、で、そのビジネスの勉強すればするほど、 それも大事なんだなっていうのがすげえ分かったんですよ。で、あとは YouTuber の人たちですよね。稼いでる YouTuber、まあ何ですかね、僕ガジェット系見るんですけど、結構そのしっかりデザインで作り込んでる人って、やたら、なんかめちゃめちゃ部屋が汚くておしゃれじゃないけど、動画だけおしゃれっていう人あんま見たことないですね。申し訳ないですけど。 もう一度しますね。部屋がめちゃくちゃ汚い。部屋がめちゃくちゃ汚くておしゃれ全然ない。だけど動画がめちゃくちゃおしゃれこれね、見たことあんまないっすね。大体は部屋めっちゃおしゃれで、なんかいろんなデザインとかこだわっている人は動画もこだわっておしゃれな綺麗な感じでかっこいい感じで作ってるんですよ。だから、その部屋と動画って違うじゃないですか。もう一度しますね。部屋と動画って違うじゃないですか。 <laughs> だけど、僕は精通する部分があるんじゃないかなと思います。部屋がめっちゃ汚いけども、動画めっちゃエフェクトかっこよくて綺麗にしてる人、僕、中にはいるかもしれないですけど、割合的にはかなり少ないと思いますよ。まあすいません、僕ガジェット系見るんでね、ガジェットでおしゃれに動画撮ってる人って、大体部屋おしゃれですからね、綺麗にまとめてるし、デスク、デスクとかもこだわってるし、すげえこだわってるし、うん 配線とかも一個一個綺麗に見えないようにやったりとかしてますし。うん。だからまあなんか、でもそう,いう動画、動画じゃないですか。その部屋のその、その <laughs> 模様と動画ちゃう、ちゃうじゃないですか。うん。でもなんか、精通する部分あるんじゃないかなと思いますしね。うん。そう。 まあ、あとはそうそう。この作業の、あの、質を下げてるっていう部分は、基本的に僕はその、なんですかね、すぐできる理由としては、ノー編集だからですよ。まあ、この L の部屋はちょっと、ファイナルカットで、まあ、音声と画像をちょっとガッチャンコしたりとか、BGM ちょっとだけ入れたりとかしてるので、まあ、簡単な編集は必要ですけども、まあ、基本的に全部僕無編、無修正なんで、だから、そこは、あのー、 すすぐできる部分がありますねみんなその形にこだわるあのデザインデザインとかなんかその見てくれにこだわる部分があるんで僕はなんかトークでも勝負したいんですよ僕はね考え方としてはもう何の,、うん、その動画がおしゃれでも何でもないテロップもなん何も入らないただ あのウェブカメラに向かってただ喋ってるだけなんだけど、この人の話面白いなって言ってもらえるようにそこに近づける。なんもない。けど、遠くだけで、うん、興味を持ってもらう。遠くだけで相手を引きつける。そこを僕は目指してるので、なんですかね。逆に、それでいいんですよ。ウェブカメラの無修正でいいんですよ。iPhone の無修正でいいんですよ。だってそこを目指してるんで僕は。 で、なんでそこを目指してるかっていうと、一番僕は最高に効率がいいと思ってるからです、それが。で、僕も昔裏方やってた時は、ゴーストライター兼動画編集、プロモーションの映像編集とかも,もちろんやってました、やってましたけど、めちゃくちゃ大変ですよ、テロップ入れて。ねいろんなコマ取ってね、で、そのコマ、100個200個とかね、あの、海外行って取ってきたこともありますけど、いろんなコマを合わせて、それを分解してこうやってっていう。だから、僕がね、衝撃を受けたのが、 その、ヨザワさんなんですよ。ヨザワさんが独立してマレーシアの時に iPhone でブレブレの動画で三あのー、なんか株のスクール3億か4億か売ったんですよ。しかもほとんど無修正ですね。ほとんど無修正で、もう iPhone に、アイフォンのカメラにもうじっと見てずっと淡々と喋るっていうね <laughs>。それで何億売ったんで、あ、これでも売れるんだ、みたいな。もう衝撃を受けましたね、僕は。これだと思いましたね。あ、これでも売れるんだっていう。 これでも響ちゃんとトークが響けば売れるんだなっていうのが、僕はもうあれですね。まあ、赤と柴田さんもあるんですけどね。うん、でも実際その情報系で商品を売るっていうことも、与沢さんがもう無修正で、あの、ブレブレの動画 iPhone にこう、目をバンって向けて、もう、ずっと瞬きもせず、淡々と喋るみたいな。<laughs> <laughs> もう何話上あげてたんです,すげえなと思ったんですけど。 だ,からまあ、だって、そ、そっち、それで売り上げ上がったらめちゃめちゃ楽じゃないですか。ね、多くの人はね、編集してテロップ入れて台本作ってなんかいろいろやってるわけですから。だから、一本の動画作るのにそこに8時間、9時間も、もしくはもっと作り込むんだったら1週間、撮影行ったりとかして1週間、一本の動画に作るのに1週間のかかるわけじゃないですか。で、もしそれができれば、もう20分の動画はボタンを押して20分で終わりなんですよ。 ただし、これテレビ番組とかもそうですけど、20分の映像コンテンツを作るのに、1ヶ月ロケ行ったりとかしてるんですよ。半年ロケ行ったりとかしてるんですよ。20分の枠尺作るのに。で、カットしてるとこもあるし、使わないとこもあるし、いろんな動画撮ってしかも組み合わせてカットして、で、編集してテロップ入れたりとかなんかいろいろやったりとかして。 20分のコンテンツ、こま、CM15 秒とかね、CM15 秒も、その15秒の CM 作るのに、なんか何週間かけるとかね、ロケするとか、あるわけですよ。普通そうですからね、でもめっちゃ大変じゃないですか。だからそれもやりたくないので僕は。最終的にもう究極のコスパ、究極の1動画1セールス1いなんか売上げみたいな。なんかそこを僕は目指してます。 なんかジャパネットの高田社長の、あの、10分で、10分喋って、5分喋って、なんか3億、4億、10億みたいな世界をが最強だなと思いますね。昔なんかジャパネット高田の社長さんが言ってたんですよ。なんか10分ぐらいの枠で、なんか何億円売れたみたいな。<laughs> 10分喋ってな、億かみたいな。めっちゃすげえな、みたいな。<laughs> そこやりたいですよね。うん、もうそれだけなんですよ。 うん。だそこを目指しているので、うん。僕は無修正にこだ、結構こだわってるというか、まあ、そ、その編集には、編集の質は、は下げてますよね。うん。その編集の質を下げるというか、編集してないので、質もくそもないんですけど、<laughs> してないからね。うん。そう。ここだけは質は落とさない。うーん。 ここだけは質、まあ、ここだけ質を落とさないというよりかは、あれですね、僕が意識しているのは、あの、続けることですね。ここだけは続けるみたいな。これだけだ、例えば L の部屋は、もう絶対続けるっていう、ここだけは続ける。で、なぜ、全部のいろんな僕はコンテンツはある、あるけれども、この L の部屋は絶対続けるって決めてるんですよ。10年後も20年後も30年後も。で、なぜならば、 この L の部屋のコンテンツのメインっていうのがお客さんからもらったものなんですよ。自分で作ったものじゃないんですよ。わかりますだからここなんですよ。こ、だこれは,僕は、僕は、僕は、僕の中ではお客さんのフィードバック、質問に対して回答するっていうコンテンツがマジで最強だと思ってるんですよ。これ以上のものはないと思ってるんですね。だからこれ,これが究極の質です。 お客さんの悩みについてしっかり回答していく。これが一番最上級の僕はコンテンツだと思ってるんで。だから L の部屋に関しては一生続ける。最上級のコンテンツです。まあ、ね、多くの人に響かないかもしれないですけど、少なくても一人に対しては響くじゃないですか。お便りいただいた方には響,響いてくれると思うんですよ。もちろん僕の回答が微妙だったら響かないかもしれないですよ。まあそれは僕の腕次第なんで。 だけど、ここだけは続けるっていう。だから、このメルマガ読者さん、お客さんとの関係性を構築していく上での、まあ、ビジネスを永続的にやっていくんだったら、これが大事ですから。からここだけは、やめないっていうね。そう。うん、だから、そういうのはありますよね。ここは、ここはセンターピン大事だよねっていう。ビジネスを中長期ずっとやっていくんだったら、ここのセンターピンは絶対譲れないよね。絶対やらないといけないよねっていう。 で、これも勉強しましたからね。なんかもう100億とか1000億稼いでる社長も、なんかもう半年に1回は現場に行ってお客さんの声聞くみたいなね、やってますよみたいな言ってたりとかしてましたから。まあ、結局だから、そこの声が大事なんですよ、現場の。僕はだから、ずっとやってきていろんな話聞いてきたり、いろんな勉強してきて、結局その現場の声っていうのをしっかり拾っていくっていうことが大事だなっていう。で、情報系の人たちはほとんど現場離れますんで。現場離れてフェードアウトしていくので。うん、僕はもうずっと現場主義ですね。 うん、なぜならば現場に答えがあると。まあ、あの、踊る大捜査線の青島警部。あの、会議室、事件は会議室で起,こ起きてんじゃねえ、現場で起きてんだみたいな。僕あのセリフがめっちゃ好きで。うん、もちろん会議室には会議室の事件がおしお起きてると思いますけど、まあ、青島警部が言いたかったのはそういう事件じゃなくて、<laughs> 現場のリアルな起こってる惨事ですよね。うん。そ、そこをやっぱ、 見ていくやっぱ、うん、触れていくっていうことはすごく大事かなと思いますね。そののビジネスの中心軸センンターピンがずれないようにするビジネス僕がやってるコンテンツビジネスっていうのは基本的にお客さんの悩みを解決するものもしくはお客さんが欲し,欲しく求めているものを提供するっていうのが主軸なわけですよ。 で、この L の部屋を通して何に悩んでるのかとか、どういうものに興味があるのかっていうのは僕はこれを通して知ることができるので、じゃそれを通してまた新商品開発だったりとか、それを通して、あの、なんですかね、フィードバックしてコンテンツをまたこう提供していく、他のコンテンツをこう提供していくっていうことをやっていく。これをもうずっと続けていくっことですよね。これをやっていけばもう間違いないと僕は思ってますね。うん。なぜならばそれ、それをやることによって信頼も獲得できるし、 うん。で、あとは、そのお客さんが欲しいもの、ニーズもわかるし、そのニーズに対して供給すればいいだけですから。まあ、まあ、簡単に売りやすいですよね。でも、そのお客さんが欲しくない、ニーズがないものを売ったところで、あの、なかなか売りづらいんですよ。もちろん、マーケティングの力、コピーライティングの力で、欲しく、お客さんが欲しくないものを欲しくさせて売る方法もありますよ。でも、一番簡単な方法って、お客さんが欲しいものを、はい、どうぞ提供するだけなんですよ。もう、これ一番簡単ですから。うん。 でも、まあまあまあ、あの、しっかりお客さんの声を聞いてフィードバックする。聞いてフィードバックする。これが、ね、一部の情報系の人たちはめんどくさくなるっていうね。<laughs> どんどん現場から離れるっていう。まあ、サポートですよね、うん。そこをどんどん離れますよね。僕はサポートにこそ、 そこの現場のサポートにこそビジネスチャンス、ビジネスのアイデア、リソースが全部埋まってると思ってます。そう考えてますね。うーん。そう。こんな感じっすかね。いや、嫌なことをやりたくないこと。ああ。まあ、あと最近は嫌なことっていうのは、できるだけその、関わる人をフィルタリングしてますよね。うーん。要はその、な何すかね。うん 行動を止める原因ってストレスだったりとか、なんかその嫌なこと、嫌なことがあると行動しやすいですか例えば今日嫌なことがあった。どうしよう、どうしようかな。な、お客さんに怒られたとかね。嫌なことがあって、嫌なことがあるんだけどモチベーション上がってなんか、なんですかね。うん、ガンガン行動できますじゃあ上司に怒られました今日。上司にケチョンケチョンに怒られました。やる気出ます今日。 家に帰ってネットビジネスやる気出ます。まあまあ出ないですよね。ビール飲みたいですよね。いやで、まあなんかその会社でいじめに遭いました。パワハラ受けました。その日の帰ってきてネットビジネスやる気出ます。まあまあ出ないですよね。だから結局その人,の人が行動を止める原因ってそういう精神的な心理的な負荷がかかった時ってやりづらいんですよ。ね。例えば。 あの、彼女が、彼女が亡くなった。彼女が亡くなってるのに、ね、やれんのかっていうと、普通の人間だったらなかなかやれないですよね。アクティブに行動できるかっていうとできます。大好きだった彼女が今日亡くなりました。交通事故で亡くなりました。その時にモチベーション上げてネットビジネスでなんか行動できます。<laughs> いや、もはや彼女の、その、なんですかね、ドラマとかでもある、だまあれ多分リアルだと思うんですけど、その、彼女の遺体の、とそばで多分泣き崩れて、ああ、みたいな、な,なんで、俺より先行くんだ、みたいな感じになると思うんですよ。そ、<laughs> それ置いといて、<laughs> 家でパソコンカチカチやって、メルマガ書くとかね、無理でしょう。<laughs> ううん。だからその状況下でやれないじゃないですか。 うん、だから要は状況、自分の精神的な状況だったりとか、そういうのも行動にすごく影響してるってことですよね。だからつまり、自分の、例えばドリームキラーとも呼んだりとかしますけど、ドリームキラーが周りにいたら行動しやすいですかって話で。行動しづらいに決まってんじゃないですか。やめとけよ、やめとけよ。お前きっと騙されてるんじゃないか。そんなのお前今からやっても稼げないよって周りからドリームキラーブワーってね、その中でアクティブに行動をガンガンできるって。 まあ、一割の人はできる。一部の一部の人はできるかもしれないですけど、普通の人は無理ですよ。あ、やっぱり僕騙されてるのかなとかね。やっぱりそうあでもな。でもか。いや、でもな。あやっぱそうかなみたいになりますよね。<laughs> だからその周りの人ですよね。どういう人とつるむのか。アンチテーゼの人とつるむのか。そのね、その、なんだ、ドリームキラーの人が周りにいるのかいないのかですよね。だからその否定をする人が周りにいるのか。 もしくは応援する、肯定する、えー、ドリームサポーターですよね。それを応援してくれる人を周りにつけるのかっていうのは、それもすげえ行動に影響すると思うんで。だからそれはまあ僕はすごく最近は気をつけてるというか、どういう人とつるむのか、どういうお客さんとつるむのかっていうのはすごく考えてますね。うん。だから、 めちゃくちゃフィルター、昔に比べるとね、めちゃくちゃフィルターリング強めてるんで、今は。特にバックエンドクラスの商品とかは、めちゃくちゃフィルターリング強めてるので。まあもちろん売り上げは落ちますよ。フィルターリングめっちゃ強めてるんで。だけどうん、そっちの方がいいお客さんと接触すれば、僕も気持ちがいいので。うーん そう。だから、まあ、ま、ま、ぶっちゃけ言うと、昔は借金あるときは、もうお客さん選べなかったっすから。だから、それがしんどかった。それがしんどかった。お客さん選べないっていうね、借金あったときは。選んだり余裕なんかないっすもん。だから、いろいろありましたけどね。うん。だ正直嫌なお客さんの対応も、まあ、すみません。お金のため。本当もう正直言うとお金、お金、借金返すためですよ。そんな悠長なこと言ってられないんで。か辛かったっすね、非常に。 本当はあのちょっとあ合わないし何すかねなんかうんですかねまあ僕のヨシタニイズムが入ってない感じですよねなんかもうかコンソロヨシタニさんのコンソロ入ればまあ稼げるんでしょみたいな塾入れば稼げるんだよねみたいなそしてそういう人とはね結構きついんですよだからもう教育がすでにあの僕の考え方しっかりとそのなってる人と つるむのはめちゃめちゃいいんですよ。うん。そうあ。昔は選べなかったな、お客さん。そ選んでる余裕,余裕なかったですから。うん。だから、ね、やっぱね、いっぱい稼げるようになっ、いっぱい稼げるっていうかね、僕もそんなにいっぱい稼いでるわけじゃないですけど。<laughs> お客さんは選べるようになった方がいいですね。 だ周りにどういう、どういう人とつるんでいくのかっていう、どういうお客さんとつるんでいくのかっていう、そこも自分の行動にめちゃくちゃ影響するんで、めちゃくちゃ影響します。うん。そう。何分だ今、今。30分くらい喋りましたね。うわあ言うて。うーん。 あ,あとね、こういう考え方もありますね。やりたくないことをできるだけやらないと。まあそういう考え方もあるんですけど、成長をしていくというプロセスの過程の中で、やりたくないことをあえてやるっていうかマインドセットもあるんですよ。例えば今年で言うならば、僕、あの、MMP っていうね、新しいサービスをこう、販売したんですけど、本当はやりたくないんですよ。でも、やりたくないんだけども、やったんですよ。それはなんでかっていうと、まあ、 そのセールスのプレゼン資料でもいろいろ書きましたけども、本当にそのお客さんにこう、いいものを提供する、カスタマイズしていかないといけないっていうところもやっぱ一理あったりするので、自分はやりたくないけど、これをやることによって何かこう生まれたりとかする。新しいイノベーションとか新しい発見だったりとか、まあそういうのが生まれる。自分の成長のためにやりたくないこともやらないといけない。例えば、うん筋、筋トレもどちらか、まあ、 そう筋トレがめっちゃ好きですっていう人だったら、まあ、別の話かもしれないですけど、どちらかというと疲れるの嫌じゃないですか。例えば階段とエスカレーターがあります。じゃあ疲れたくないんだったらエスカレーター登りますよね。だけどそれが目的として健康維持の目的っていう目的が明確になれば目の前にエスカレーターとかエレベーターがあったとしても、あ、健康の目的で普段はエスカレーターエレベーター乗るけども健康のために階段で今日は行こうってなるじゃないですか。 だから嫌なことでもやりたくないことでも目的を変えるとやるべきことに変わるんですよ。うん、らこういう考え方もあります。だからやりたくないことはあえてやると。うん、そうであとまあこれもさっきの、まあ、この今の話につなげるんだったら、まあ、最近はちょっとないですけどもあの、うん、最近ないかないけど、まあ、こういう考え方もありますよね。 あの逆に嫌な人ともつるむっていうね <laughs> でもね嫌な人とこれねこれはね何すかねパワーが持ってかれたりとかなんかすげえなんかまあちょっとスピリチュアル的になる部分もあるんですけどなんかねあんま良くない部分もあるんで <laughs>、うん、でもね考え方としてはありますねだから高橋がなりさんが言ってたんですよその南原さんっていう方がいて南原さんと会わないと俺は南原と会わんとだけど あの会わない人と会わない人を会社に入れることによって客観的に自分を見てくれるしあの言われたくないことを言ってくれるとだから成長があるとだから俺は南原と会わないけど南原さんを会社に入れたんだみたいなあ素晴らしい考え方だなみたいなね <laughs> なるほどがなりさすがみたいなねだからそういう考え方もありますねだから考え方に考え方を変えると それがプラスに転換することもある。考え方を変えると、階段の登るめんどくささがプラスに転換するってことですよね。健康意持っていう目的に変えれば、もはや階段の方がいいだろうし。でも普段だったら、ああ、クソ暑い中ね、汗流してね、階段登りたくないじゃないですか。<laughs> はあ、はあ、みたいな。汗だくみたいな。もうエレベーターとか涼しく、ね、登りたいですよね。<laughs> うん まあいろいろ申し上げましたけども。まあなんか一個か二個ね参考になる部分があるんじゃないかなとは思いますので。あの、すぐ行動できる男ない男になりたい緑さん。もうね、やりましょう。<laughs> すぐ商品は買うんですけどね。すぐ商品は買うんだけどな。ありがとうございます。<laughs> なんかこ、吉田さん今年、まあ吉田さん今年は吉田さんの商品全,全部コンプリートしますみたいな。本当に全コンプリートしてるんで。 僕びっくりしたのが、まあいいかも、だってもう30分だからね。ちょっびっくりしたのが、あの、超マニアックなね。あ、これも買ってくれたみたいな。<laughs> なんかあのす、すげえ、そのスピリチュアルに寄せた、なんかちょっとだけ、なんかメルマガです。僕が案内したやつがあるんですよね。それも買っていただいて、そう、宇宙とつながる、宇宙とつながるシナプス思考だ。めちゃくちゃマニアックな商品もね、買っていただきまして、ありがとうございます。これはね、僕はね、売る目的で作ったわけじゃなくて、なんか、 いつ、いずれか話したいなと思ってて。そう。でも全くそのビジネスというか、なですかね。ちょっと、もうなんかよくわかんない話なんで。<laughs> ただ僕の中でもやもやしてたのが、こう話したいなっていうのがあってね、作ったんですけど。ありがとうございます。そう。めちゃくちゃマニアックのかこ、これ買ってんやんみたいな。はい、だ買ったらかか、買えるのは買えるわけですから。 まあ、あとはもう、動くだけですね。まあ、昔と違って買い方が変わったとは思いますけどね。昔のその、ノウハウコレクター時代の買い方とは違う買い方を今はしていただいてるとは思いますけども、まあ、ここのお悩み質問でね、行動できる男になりたいということをこう書いていただいてますので、まだね、僕レベルで、僕レベルで行動は、まなかなかできてないんじゃないかなと。まあ、少なくても、こちらの L の部屋ね、再三、再三、 緑のやつさん待ってますよみんなと。脳汁太郎さん待ってますよと。赤のやつも待ってますよと。<laughs> 赤のやつを作ったのは緑のやつじゃないですか。<laughs> 赤のやつを作った理由は緑のやつがいたからじゃないですか。<laughs> 緑のやつが発端なんですよ。<laughs> その、超本人ね、いつ出てくんねっていうね。<laughs> やっと出てきましたよね。そう。 はい。ということで、今、もうニヤ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 して、ね、いろいろ聞いてるとは思いますけど、はい。またあの、あの、お待ちしてますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。<laughs> はい、ということで、えー、緑のやつさんですね、えー、からいただいたやつ、回答させていただきました。ご視聴ありがとうございます。